ンアウト。さあそして古田敦也、プロ野球人生最後の打席へ向かいます。2008試合目、2096安打、首位打者1回、1009打点、217本のホームラン、最優秀選手になること2回、ベストナイン9回、ゴールデングラブ10回。キャッチャーとしては93年盗塁阻止率プロ野球新記録の 64.4% もマークしました。ベイスターズさんからも古田コール。なんといっても労働組合プロ野球選手会の会長としてプロ野球縮小にストップをかけた古田。レフト打った、際どくファール。森田さんもこの古田選手にとってはついては様々な思いがあるんじゃないですか。そうですね、キャッチになりまくって、まあ、投げてからほとんどストライクに感じるというイメージですね、僕はね、うん、あとやはり首位打者、あとオールスターでサイクルヒットも打たれましたし、素晴らしいキャッチャーだと思いますね。今シーズンはここまで17打数の5安打。見事に最終打席をヒットで締めくくりました古田敦也。打った2097本目のヒットをレフト前、吉見から打ちました。この古田にスタンディングオベーションを送っています。横浜の空を焦がすような古田コール。ベイスターさんもスワローさんもありません。ヘルメットを取ってファンの歓声に応えている古田。最後の最後、プロ野球2097本目のヒットで締めくくりました。見事な幕引きですね。そうですね、やはりまあ、ピッチャーとしたらストレートオンリーになると思うんですけど、そこでやはりヒット打てるっていうのがすごいですね。でも最後まで本当に見せてくれるというか、はい、どこの球場行っても最後の、ゲームですよね。これで愛される選手というのはなかなかいないと思いますね。その古田に古田監督がダイソー三木を起用してファンに手を振りながら、ダコエトへ。